あ、なんだ？どうした？俺は忙しいんだが。なんだこれは？チョコレート？ああ、ああ、あれか。バレンタインデーってやつか。だが、貴様に残念なお知らせだ。この俺が、バレンタインデーの何たるかを知るはずなかろう。したがって、お返しのプレゼントなど、ない！がっかりするがいいだろう。え、初期？ま、そういうわけだ。チョコはもらっておくが、それ以外は何もない。じゃあな。チョコレートなどもらったところで果たす義理はない。ないんだが。えい、まったく。ふん、いたか。喜ぶがいい、ザコ。雑種と呼ばれているんなら、雑魚と呼ばれても大した違いなくない？ダメ？ダメか？なら、ゾウニでどうだ？冗談だ、冗談。さて、マスター。昼にもらったチョコレートの礼をくれてやる。そうだよ。そうだろう。俺もまさかお前に贈るものがあるなど思いもしなかった。そら、開けろ開けろ。そして俺の技に感服するがいい。その通り。それもただのボトルシップじゃないぞ。アルゴー号を再現したボトルシップだ。いや、より正確に言おう、その終作だ。練習なのであちこちガタついてるし、造形の底かしこが荒っぽい。メディアのやつにえらい勢いでダメ出し食らったからな。とはいえ、とはいえだ、捨てるのはもったいない。というわけで、捨てるのも置くのもなんだかなという感じだったこの船、くれてやる。丁重に扱うがいい。いいだろう、いいだろう。実にいい返答だ。さて、ではこのボトルシップだが、一つ足りないものがある。乗組員、すなわちアルゴノーツの面々だ。ま、最低限俺とヘラクレスにメディア、アタランテ、カイニス、ディオスクロイ、それにアスクレピオスとテセウス、いや、もうちょっと欲しいな。まあ、ともかく連中のフィギュアを作ってくれ。まあ、そうだ。なーに、お前ならできるさ。完成を楽しみにしているぞ、なんてな。うっそ、マジでやったの？おお、え、あの、つまり、このからかい半分だった無茶難題に対してメディア様のお力をお借りしたので。
そうか。うん、そうか。やべ、俺ちょっと逃げるわ。マスターにこんなのやらせたとか、メディアに殺される気がする。あれ、頭から声が聞こえて。バカね、もう遅いわよ。キャー冗談は時間と人を選べということだな。Thank you.